どうもこんにちは、岩井です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はちょっと面白いニュースが舞い込んできたので、そのお話をさせていただきたいと思っております。ライカ M11P が、今月、下旬あたりに発表になるかもっていうね、まあ噂話ですよね。まあリーク情報が入ってまいりました。たまたまツイッターを見ていたところ、そういった情報が入ってきたので、今回その話をしたいと思います。あくまで噂レベル、M11P が、今月下旬あたりに、発表になるっていうね、リーク情報です。でそのサイトが信憑性があるかどうかっていうのはちょっとわかんないんですが、まあ時期的に見て、まあいつ出てもおかしくないなと。それはまあ M10 から M10P に、なった時もそうですし、これ M11 なんですけど、 M11 が出たのがね、昨年の1月なんですよね。そこから、1年9ヶ月ぐらい経ちました。1年8ヶ月ぐらいかな、経ったところなので、まあそろそろね、M11P 出てもいいなぁと思っていたところのニュースだったんで、なんかね、先にね、M11 モノクローム出ちゃったんで、あれ?と思った方、結構いらっしゃるんじゃないかなと。先に M11P なんじゃないのってね、僕は思ってたんですけど、それと、M11D ですよね。ここにね、背面の液晶モニターがないタイプ。つまり、フィルムライカをこうイメージしたあのデジタルカメラ。それが M10D。これ名機ですよね。僕の予想も含めてね、その M11P どうなるかっていうね、お話をさせていただきたいと思っております。従来ですと、まあ、M10P の時は、これ M11 なんですけど、まずここのね、赤ドットがなくなるんですよね。こういった感じ、それこそ。これ M11 モノクロームですけど、ちょっと見えるかな?ここね。ここの赤ドットがなくなって、このマイナスネジ。マイナスネジになる。と予想されます。そして、ここの上面。上面に、ライカって筆記体でね、書かれてるわけですよ。メイドインジャーマニー。これがむちゃくちゃかっこいいんですよ。この背面の液晶パネル。ここら辺もね、材質変わるんじゃないかなと思っております。というのはね、こちら、M11 モノクロームですけど、これ一見ね、同じように見えるんですけど、違うんですよね。M11 が、ゴリラガラス。で、M11 モノクロームがサファイアガラス。さらに、強度が増した、これガラスになっているらしいんですけど、ちょっとまあ見た目わかんないんですけど、そこら辺の材質が変わってくるんじゃないかなと。あと、なんと言っても、シャッター音ですよね。もうね、シャッター音に関しては、ライカのデジタルカメラナンバーワン、M10P を超えるものは今のところないと、僕は思っております。あのね、本当に好きだった。M10P のシャッター音。だから、M10 はね、結構大きいんですね、音が。で、M10P になると、コト、コトって言うんですよ。以前動画上げてます。リンク貼っておきますので、そちらの方、ぜひ見ていただきたい。M10P と M11 のシャッター音の違い。これね、動画上げておりますので、リンク貼っておきますので、ぜひね、まだご覧になられてないという方は、ぜひご覧ください。今となってはすごい貴重な動画だったなということで、M11 と M10P のシャッター音の違い、ぜひご覧ください。だから、M11P の魅力、外観とシャッター音、これだと思いますね。まあ、あと多分変わるところは、内蔵メモリですよね。M11 が確かね、内蔵メモリ 64GB。で、M11 モノクロームが 245GB だったか、ちょっとね、ちょっと忘れちゃいましたけど、それぐらいにね、向上してるんですよ。だからそこら辺がね、変わってくるかなと。ま、あとはどうなんでしょうかね。ここら辺の材質が変わるかもしれないですね。M11 と M11 モノクローム。これね、材質が違うんですよね。M11 モノクロームの方が若干なんかこうザラザラしていて高級感がさらに出ている。
多分 M11P これになるんじゃないかなと、はい、僕は思ってるんですけどね。まあ、ただちょっとね、気になるところが M11 ブラックとシルバーがあるじゃないですか。でシルバーに関しては未だに真鍮を使ってるんですよね。だから 100g 以上このねブラックよりも重くなるんですけど、そこら辺がどうなるのかなと。ひょっとしたら M11P はブラックだけの販売になるのかな、ちょっとわかんないんですけど、そこら辺も楽しみだなというところで。でまあ自分なんですけど、僕はじゃあ M11 から M11P に乗り換えるかっていうお話をさせていただきたいと思っております。僕はですね、最近の動画で言ってるんですけど、 M11 を売却してオールドのフィルムライカを買おうとしてるんですよね。あとオールドレンズなので、M11P に乗り換えるっていうことはね、おそらくないと思います。まあ外観とシャッター音、まあさっきも申し上げましたけど、これが魅力、P の魅力はこれなんです。例えば M9P にしてもそうですよね。あと M8 の派生モデル M8.2 ってやつですか。ですがまあ僕はね M11 を売却しようかと思ってるんで M11P の乗り換えはないです。ちょっとね乱暴な言い方になっちゃうんですけど、それこそ iPhone 14 Pro からiPhone 15 Pro に乗り換えるようなイメージが僕にはあります。だから、iPhone 14 Pro でしたっけ今。です。今度 iPhone 15 Pro が出るんですよね。皆さん買い替えますか？あんまり違いないと思うんですけど、僕はね、全然魅力を感じないので、iPhone の話ですよ。iPhone は、その14プロから15プロになったところで、まあ大した違いはないだろうということで、買い替えませんけども、それぐらいの違いかなと。でもねやっぱり外観ですよね。そしてシャッター音なんですよ。そこら辺はね魅力なんですけどね。はい、皆さんどうでしょうか。僕の動画のコメントでもM11 は乗り遅れたので M11P を待ちますっていうねコメント非常に多い。ちなみにですね、僕が M10P を買ったのが2年3ヶ月前、ちょうどねモデル末期の頃でしたね。すでに M10R をバンバン売り出してた時期だったんです。当然 M10 は生産終了してましたね。でまあそんな中108万で僕購入しました。M10P をね。ところが最近、マップカメラだったかな、中古市場見ていたら、M10P、M10D、M10R の備品がですね、なんと110万ですよ。定価を超えているっていうね、異常事態になってるなということで、僕もね手放す時期間違えたかなっていうね今になって思うんですが、もうライカのねこうなんていうのかな、七不思議というか、以前何年か前に発売になったカメラが今になっても定価超えちゃうっていうね、まあ、そういうねライカマジックみたいなのもあるので、そこら辺がライカって面白いなと思っております。まあ今回はねちょっとリーク情報を元に動画にしてみましたが、これがもしね本当であればなかなかカタログ的にも面白くなるんじゃないかなと。しかも10月10日にライカ価格改定、ほぼ全てのね製品が値上げするということなので、これを機会にまあ、M11 系をね、狙ってらっしゃる方 M11P 行ってもいいんじゃないかなと。はい、ということで、まあ、噂レベルではあるんですけど、まあ、これが本当だったらね、ライカのカタログとしてもなかなか面白いラインナップになるんじゃないかなと。なので、まあ、M11P を、待ってるよっていう方ね、いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄の方でどんどん書き込んじゃってください。はい、ということで今回の動画以上となります。ぜひですね、チャンネル登録、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。